世界三大映画祭の一つベネチア国際映画祭のコンペティション部門に深田晃司監督の作品ラブライフの出品が決まりました。第79回ベネチア映画祭の出品作品が26日に発表され、最高賞の金獅子賞を争うコンペティション部門に深田晃司監督のラブライフが選出されました。この作品はミュージシャン矢野顕子さんの同じタイトルの曲をモチーフとし、一人の女性を通じて愛と人生を描いた物語です。主演は木村文乃さんが務めています。また革新的な作品を集めたオリゾンティ部門には妻夫木聡さんらが出演する石川慶監督の作品ある男が出品されます。映画祭は8月31日に開幕し、9月10日に受賞作が発表される予定です。